1820年2月14日、駿河で誕生。叔父の山本次郎八の養子となる。1834年、家の百両を持って家で、その百両を賭博で儲けて戻ってくる。1835年、家を継ぐ。1843年賭博でインチキが発覚。相手を切ってしまい、清水を出る。この時、大政、森の石松などと出会う。三河で剣術を学ぶ。1868年、街道警護役に任命される。今まで、正反対の生き方をしてきたので、一度断る。しかし、駿府藩の役人、布施や助水に押し切られ引き受ける。そこで180度、生き方を変える。西郷と山岡鉄舟が駿府で会談。その後、江戸無血開城が実現。仕事を失った幕臣たちが駿府藩に大量にやってくる。そこで、彼は炊き出しなど世話をした。徳川慶喜、駿府に謹慎。そんな時、幕府側の官人丸が修理のため清水に来ていた。突然、官軍が攻めてきた。活気を掲げていたのにもかかわらず、次々に切りかかり皆殺しに。彼は手厚く葬った、藤野の開墾、清水港の発展に尽力した。1893年帰らぬ人となりました。彼は誰？